ベンヘクトはアメリカ合衆国の脚本家、劇作家、小説家、映画プロデューサー。ハリウッドとブロードウェイを代表する最も偉大な脚本家の一人として知られ、数々の名作を残している。アカデミー賞では6回のノミネートで2回の受賞を果たしている。劇作家としての代表作には、チャールズ・マッカーサーとの共作であるフロントページがある。これは、犯罪都市。 ヒズがあるフライデー、フロントページ、スイッチングチャンネルといった4度の映画化だけでなく、テレビドラマとしても何度も映像化されているほか、1982年にはウィンディーシティとしてミュージカル化もされている。ロシア系ユダヤ人の移民の子としてニューヨークに生まれ、その後、家族でウィスコンシン州らシーンに移り、そこで高校までを過ごす。1910年に高校を卒業すると、 親戚を頼ってシカゴに移り、ジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせる。最初はシカゴジャーナルで記者として働き、後にシカゴデイリーニュースで働くようになる。この記者としての経験が後の議局、フロントページの創作に生かされ、また生き生きとした文体と筆の速さを培った。またこの時期に記者仲間で後に様々な作品で、 パートナーとなるチャールズ・マッカーサーと出会う。記者としての仕事の傍ら、舞台劇の脚本を書くようになり、その後、チャールズ・マッカーサーと共に、ニューヨークに渡って、劇作家として活動するようになる。ニューヨークで活動中の1926年に、友人の脚本家ハーマン・ジェーマン・キーウィッツから受け取った、電報がきっかけとなり、ハリウッドに移って、映画の脚本を書くようになる。 シオニストとして知られ、ヨーロッパにおけるユダヤ人の窮状を伝える記事や議局を執筆している。また、イギリス統治下にあったパレスチナにおけるユダヤ人の繁栄運動を積極的に支援したことから、彼の作品はイギリスでボイコットを受けた。このボイコットを避けるため、1940年代後半から1950年代前半にかけて多くの映画脚本を クレジットなしで執筆している。外気現象研究家のチャールズ・フォートの著作に熱中し、1931年には、フォーティアン協会の創立に参加。1964年4月18日、ニューヨーク市マンハッタンの自宅で、心筋拘束により死去。マーガレット・ミッチェルの世界的、ベストセラー小説、風と共に去りぬの映画化に際し、 プロデューサーのデビッド・オーセルズニックから1万ドルで脚色を任されるがクレジットはされなかった。同作で脚本家としてクレジットされたシドニー・ハワードがアカデミー脚色賞を受賞したのに対しチャールズ・マッカーサーと共同で脚色を担当した嵐が丘はノミネートにとどまった。最初の妻、メアリー・アームストロングとの間に生まれた娘、エド・イナ・アームストロングは後に女優になった。 メアリーとの離婚後に再婚したローズケイラーとの間に、生まれた娘ジェニー・ヘクトも女優になったが、薬物の過剰摂取のため、1971年に27歳で、亡くなった。ありがとうございます。